はい、本日はですね、8000名に聞いた狙ってるダウンジャケットはどれだというところでね、ご紹介していきたいなというふうに思います。僕の動画なんでね、やっぱり狙ってるダウンジャケット何ですかって聞いたら、やっぱりノースフェイスが多いのはね、もうこれはもう言うまでもないんですよ。だからね、ノースフェイスが多いのは今回もう分かってはいてるんで、ノースフェイスはまあ別枠でちょっとご紹介するとして、もうアンケートとてもズバ抜けてノースフェイスのダウンジャケットばっかりだからね、ちょっとこれはまあ別枠で紹介するとして、それ以外のやつでね、何が人気なんかなと思ったらね、意外とこれ結構人気ないなとかね、これ意外と逆に人気ないんやなっていうのがね、分かったりしましたので、今回はね、8000名の方にご協力いただいたということで、本当に皆さんありがとうございます。では早速ね、今回の表の流れというのはですね、まず第7位から順番に7654321っていう風にご紹介していって、その後にノースフェイスの中でやっぱこれが人気ありましたねなんていう話をねさせていただこうと思っておりますので、まずは、ノースフェイス以外でね、皆さんが狙ってるダウンジャケット、もしくは購入したダウンジャケットは何なのかというところをねお話しさせていただきたいなと思いますので、まず第7位に行きたいなと思います。第7位がこちら、ダイワピアが人気ありましたね。こちらのダイワピアのダウンジャケットって、この僕が今持ってるやつは去年のモデルなんですよ。だから2020年のモデルになってるんですけど、もちろん2021年もね出てはいてるんですけども、ダイワのダウンジャケットって何がいいかって言ったらね、めちゃくちゃ高性能なんですよ。で、高性能ってなんでわかんのって言うとですね、こう表のね生地とかにもね、ちゃんとした生地、いやさすが釣りメーカーやなっていうようなね生地が使われてたりするし、なおかつね、布団もちゃんと、布団じゃない、ダウンもねちゃんと入れてもらってるということで、機能性がちゃんとあるのはもちろん分かってるんだけど、それ以上にこう見た目もね、これを取り扱うのって結構洗礼されたねセレクトショップのお店やったりとか、おしゃれなとこがね取り扱いされてるということで、結構感度の高い人らにね人気のあるようなダウンジャケットやなっていうところで、僕の視聴者の方でもね、特に感度の高めな方はね、こういうのがちょっと気になるんかなということで第7位になってました。だからこれ意外とね、このトップ7に何がとか入ってないんですよ。ってなるじゃないですか。何がってダウンといえば何がいのに、その何がが入ってないのっていうのも意外やったし、それ以外にもね、やっぱモンクレールとかもこれには入って、7位には入ってきませんでした。多分トップ10ぐらいにしたら入ってくるかなぐらいな感じで、カナダグースもね残念ながらランキング漏れになってたりするので、ここはね、ダイワってまだ2期目じゃないですか。ファッションに行ってから2期目っていうことで、もちろん釣りメーカーとしてはもうちゃんとね実績があったりして、もうおじさん連中からはこの D のマーク出たらもうたまらんねーって、これもう海行きたいねーと思ったりするかもしれないんですけども、そのメーカーがね出したこうファッション的な感じで、しかもなんやったらこうデザイナーとかもね、ちゃんとしたこうファッションのデザイナーの人を引っ張ってきてるから、よりこう洗礼された、釣りっぽくないというかね、こう街中にねこうマッチするようなあのデザインで作られてるということで、ダイワが入ってました。ただここは感度が高いよ、めちゃくちゃ感度が高くて、なんやったら価格的にもね、大体10万円切れるぐらいやから、8万円とか9万円とかぐらいするので、比較的洋服がお好きで、なおかつ高いものでもきちんと買うっていう方にこう人気のあるようなダウンジャケットやなっていうのがね、あの表を見て分かったかなと思います。っていうのが第7位ね。じゃあ次第6位に行きたいなと思いますけど、第6位、これですかという、いかにも今の時代らしいのが入ってました。第6位がこちら、ワークマンのダウンジャケット。これはね、ワークマンのダウンジャケットって、今人気なん結構あるじゃないですか。イージスダウンジャケットとかフュージョンダウンジャケットとかなんかあったりするんですけども、僕ねちょっと一足遅れました。全部買えませんでしたので、もし仮に視聴者の方でね、そのダウンジャケット持ってるよとかね、俺買ったよとかっていう方がいらっしゃったらね、ぜひぜひ貸してほしいっていうのもね、僕の視聴者さんからよくマウンテンダウンジャケットとイージスダウンジャケットかな、なんか比較してほしいっていうのをお声いただいてたりもするし、フュージョンダウンジャケットっていうインナーダウンジャケットあるんですよね、薄いやつ。それとユニクロとか、あとウォンベルとかもね比較してほしいっていうのは言っていただいてね、絶対買うぞと思ってたんやけども、気づいたら売り切れてました。あれれー言うて、オンライン見ても全部ないしね、メルカリとかで売ってあるんです。メルカリでも買おうかなとかって思ったんですけども、もしね協力していただけるんであればね、視聴者さんにね協力していただけた方が、僕としてもねありがたいですし、お礼もね視聴者さんにできるっていうことで、お互いビンビンになるかなと思ったんでね、ぜひぜひイージスダウンジャケット、黄色と黒の切り替えのやつとかあったりするじゃないですか。そういうダウンジャケットかフュージョンダウンジャケット持ってるよっていう方はね、ぜひぜひ下の僕の Gmail のメールアドレスにいただければ、お借りさせていただいて、それ相応のねお返しもさせていただきたいなと思います。基本的には脱ぐこと以外は全てやろうかなと思っておりますので、何なりとねこういうお礼してほしいとか、こういうことや返してほしいとかって言っていただければね、それ見ながらねご連絡させていただこうと思っておりますので、よろしくお願いしますっていうことなんですが、やっぱりワークマンね人気でした。では次はね第5位に行きたいなと思います。では第5位というのがこちら、エクアックスのレベル7になっております。これはね、僕も去年こちら買わせてもらったんですけども、一応軍物というか、軍隊アメリカ軍とかにね使われてるようなダウンジャケットで、めちゃくちゃ機能性があって、なおかつ家でも洗濯機で丸洗いできるんですよっていうのは常々言ってるんですけど、これはね一応アメリカ軍で使われてるようのをベースにして、街でも着れるっていう、ブラックでね作られてるんですけど、本来のはもうちょっとこうカーキ色というんかな、こう緑っぽい色味のねエクアックスっていうのが本物なんですけども、それはほんまに軍とかで使われてるやつなんですけど、これに関しては一応それを街用にちょっと落とし込んだみたいな感じのねイメージで作られてはいてるんですが、これも人気でしたね。っていうのも多
多分おそらくですよ、第5位に来た理由っていうのが、あの取り扱いのしやすさ。ちょっとこう汚れたなとか、ちょっとこう臭いなとかって思った時にね、すぐに洗濯機ぶち込めるでしょ。やっぱそれいいよね。やっぱあのダウンジャケットってなかなか洗われへんとかね、手入れめんどくさいっていうのがあったりするし、僕の視聴者の方でもね、ほんま2極に分かれるんですよ。レザーとかもめっちゃ手入れする人は、ほんま毎週のように手入れしてる人いてるっていうのも知ってるし、逆に手入れせん人は一切手入れせへんって言ってたんでね、まあ、それ考えると、まあ、ダウンはねちょっと手入れが必要って考えたらね、まあ、こういった手入れのないやつっていうのは、まあ、人気が出て当然かなと思いますので、こちら第5位ということになっておりました。ただね、結構買いづらいと思います。っていうのも、あくまでその軍からの放出品というか、その毎年毎年ね、その限られた分が生産されてるっていうわけでもなかったりするんで、その時のタイミングとか、その時 の状況によってね、全然変わってきたりするんですよ、入荷数とかも。だからこれに関しては欲しいと思ったタイミングで買うっていうよりかは、もうあるタイミングで買っちゃうみたいなね、ことでいいんかなと思います。はい、まあ僕もねちょくちょく着させていただいておりました。はい、というのがまあ第5位になっておりますね。では次、第4位に行きたいなと思います。では第4位というのがですね、こちらアークテリクスの新作コールダウンジャケットということで、僕初めて聞いてね、あの全然知らんかったんですけど、今パーって調べながらね見させていただいてはいてるんですけども、パッと見た感じね、インナーダウン的な感じなんかな、ちょっと薄めの感じの綿が入ってて、でまあすっきりとした、インナーとしても着れるし、アウターとしても着れるようなイメージなんかなっていうのがね、こう見てては取れるんですけども、アークテリクスといえどもね、あのほぼほぼもうロゴも入ってへんからね、どこのブランドかわからへんぐらいシンプルな感じで、なんかアークも今結構ラインがね何個か出てるはずなんですよ。普通のアウトレットのアウトレットじゃ普通のアウトダウンもあるし、それ以外にやったらこう軍物のねアークテリクスなんか確か東大阪に1店舗かななんかあったりするんですよね。でまあそういう風に結構いろいろなんかラインがある中で、まあこれもね、ロゴがおそらく入って、ああ型に入ってるな、型にワンポイント入ってるんですけども、まあめちゃくちゃシンプルな感じで、一見はこうパッてアークテリクスかバカなんか感じなんですけど、こちらが、第4位にランクインしておりましたね。まあ僕は持ってないんでねあれですし、もうオンラインもねソールドアウトでさ、もうめちゃくちゃ人気なんでしょうね。僕全然知らんかったんですけど、結構票多かったですこのやつもね。で、綿とかもちょっと見ていきましょうか。これはあれですね、説明文とか見る限りは、ダウンのね自然の天然のダウンも入ってるから、まあ洗濯機で洗ったりするのは多分おそらく無理やと思います。でそれ以外にやったらあれですね、ミッドレイヤーとしても使用かって書いてるから、やっぱりインナーにもなるしアウターにもなるっていうような書き方がされてて、でまあ動きやすいっていうのも特徴的なんでしょうね。細身に作ってあるけども結構伸縮性があったりしてね、動きやすいっていうことで、なんで伸縮性あるの言ったら、なんかウールとかポリエステルの混合素材が使われてたりとかするっていうところもあってね、動きやすいんですよなんていうのは書いてたりするんですけども、まあいかんせんでもダウンやから家で洗えるってことはないんやけども、まあ新作やからね皆さんこう人気で見張ったんかなということで第4位ですね。じゃあ次第3位に行きたいなと思います。では第3位がこちらです。ズドン、同じくアークテリクスアトム AR フーディーということで、もうこれはもう僕の専門分野からお話しさせてくださいよと、ちょっと待ってましたよということでね、今からお話はしていくんですけども、これも多分第5位のエクワックスと一緒でね、やっぱ取り扱い楽でしょ。もう中が綿言うたってね、もう天然の綿じゃないから、もう人工の綿やからね、全然洗濯機とかでも洗えるし、自宅でね簡単に取り扱いできるっていうところがね良かったんかなと思いますが、よくコメントでもいただきます、アトム AR フーディー買いましたよってね、ご報告いただくんですけども、僕に1円も入ってきてませんということで、全然嬉しくないんですけども、まあ納得いく買い物がねできたんやったらよかったなと思いますが、僕にご報告していただいてもね1円も入ってないということなんでね、それはまたアークテリクスさんの方に言っといてください。卓蔵の動画を見て買いましたよと、卓蔵の動画はものすごい良かったですよということをね、アークテリクスさんにまた本社の方に伝えておいてくださいということで、こちらが第3位になっておりました。では次ね第2位に行きたいなと思います。第2位がですね、これ商品名じゃなかったんですけど、ブランド名でモンベルと出てました。だモンベルの場合はね結構コスパがいいっていうのもあって、僕もね何個か持ってはいてるんですけども、ダウンジャケットっていうところまでは持ってないんですよ。インナーダウンぐらいのしか持ってないんでね、まあ、ダウンジャケットって言われると特に定番これですよっていうのがもしね書いていってくれてたらね、それ買おうかなと思ってたんですけども、まあ、特に皆さんないみたいなんで、ね、まあモンベルのダウンジャケットがいいんちゃいますみたいな感じでね書いていただいてたということで、まあ、圧倒的なコスパですよね。多分これおそらく今出てきたランキングの中でも圧倒的に多分一番安いのがこのモンベルやと思うんですけど、他はねやっぱ8万とかしてくるし、でエクワックスとかでもない3、4万してきて、アトムエアルも3、4万してくるけど、もうモンベルやったらねほんまにめちゃくちゃあったかいダウンジャケットとかでも2、3万とかで売ってたりするんでね、ほんまにコスパすごいなと思うんですけど、あとワークマンもな、ワークマンも安いですけどね、まあその辺がねコスパいいっていうところで、ランキング上に上がってきたんかなと思います。それこそこれもねよく視聴者さんのコメントで、まあ見た目気にせえへんやったらモンベルっしょっていうねコメントがちょくちょく入ってたりするんですけども、まあモンベルもね別にまあブラックとか買っとけば別にそんな変なもんじゃないと思うんですけど、まあ色味がねちょっと明るいのは似合う
う人もおれば似合わん人もいてたりするんで、まあ、似合う人はね別に何着たって似合うんやけども、まあ、似合わん人はねそれぞれこう似合うやつ探さなあかんから大変かもしれないですけどね、まあ、そんなことがあるということで、まあ、ボンベルのダウンジャケットが第2位で、第1位に行きたいなと思うんですけど、第1位がまさかのあれがもう圧倒的だったんですよね。ということでこちらに出てるサーミパーカーというパーカー、ダウンジャケットになってます。これねアークテリクスのダウンジャケットらしいんですけども、僕はねもう全く知らんかったんですが、ここ最近ほんまによく言われるんですね。このダウンジャケットレビューして、このダウンジャケットレビューしてって言って、正直アークテリクスにね僕ダウンジャケットのイメージあんまなかったんですよ。まあインナーダウンぐらいまではわかるけども、ダウンのふかふかってなっちゃうとやっぱりアウトドアのそのノースウェイスとかのが強いんかなみたいなイメージで思ってたけど、これはねノースウェイス上回るぐらいの勢いでね結構コメントをいただいてたんで、まあ、人気あったら今年作ってみようかななんて思ってます。ただ今現時点で売ってるんかな、もう売り切れてたらねないかもしれないんですけども、やっぱ人気の商品ってね11月中旬ぐらいにはもうなくなってるから、サーミパーカーがあるかちょっと今調べてみますが、やっぱりないですね。結構売り切れてはいてるんやけども、その売り切れてることよりももっとビビることがあって、何かっていうとね、値段が9万1000円しました。結構高いなということでね、アークのダウンジャケットだから高くても7万ぐらいかなと思ったら大体10万近くするってことで結構値段高いんですけども、まあ視聴者さんはね今年狙ってはるっていうことで結構多かったんで、これはちょっと注目してみてもいいかもしれないですね。でしかもシンプルな感じなんかな、あんまりそういうロゴとかが出てるような感じじゃないので、これも第3位に入った、第4位かに入ったコールダウンと、まあ、似てるかもしれないんですけど、まあ、シンプルな形が人気があったということで第1位になっておりました。ではね、番外編に置いといたノースフェイスなんですけど、ノースフェイスね、まあ、ビレイヤパーカーとかヒムダウンとかね去年から出てきたダウンジャケットなんですけど、そんながあったりアンタークティカとかもあったりするんですけどもね、やっぱり人気あるのはこの2つなんですよね。ということで、まあ、何が人気があったかというと、まあ、第2位がバルトロ、まあそれはそうですね、ノースフェイス回の中でね第2位がバルトロ、圧倒的に数が多かったのがバルトロで、その次1位が何かというと、もう僕のチャンネル見てくれてる人やったらもう分かるでしょ、言わんでも分かるっていうことで、もうこのまま終わりたいぐらい、もうありがとうございましたで終わりたいぐらいやねんけども、まあもちろん見たことないっていう方もいらっしゃるからね、第1位なんやったんかっていうとヌプシジャケットが人気になっておりました。でなんでヌプシなのというと、今更ヌプシなんですかって思う方もね多いかなと思うんですけども、それも僕前から動画で言ってますよねなんて言ってるので、ね、ここで終わりました、ありがとうございましたって言って終わりたいんですけども、まあ初めて見たっていう方もいらっしゃるんでね、ヌプシが一番検証した中でね、バルトロとかヒム、いろんなヒマラヤンとかね来た中で一番あったかかったんですよ。まあそれは体型によってねちょっと若干温度が違うかもしれんけども、僕が来た中では一番ヌプシがあったかかったっていうのがちゃんと計測でね数値で出てきたんで、まあそれ以降僕の視聴者さんはヌプシが一番最強のダウンジャケットやっていう風に認識されてる方が多いんですけどね、まあそれで、まあおそらく人気があったんかなというところで、第1位がヌプシになっておりましたということなんで、もう一回ちょっとランキング振り返ろうと思います。第7位がダイワね、第6位がワークマン、そして第5位がエクアクス、米軍のやつね、で第4位がコールダウン、アークテリクスの無地のやつで、第3位がアトム AR フーディ、そして第2位が、モンベル、商品名分からずということで、第1位サーミパーカーという順番になっておりましたということで、また引き続きねいろいろアンケートとか取らせていただきおりますし、それ以外にもねスナップ動画っていうのもまた今最近作り出してて、レトロ X のやつとかやったらねこういう風な着こなしがありますよねっていうのを視聴者さんに送っていただいたりするので、またそれもご協力いただければなと思います。ということで本日はですね、ダウンジャケットを今年狙ってるダウンジャケット、もしくは購入したダウンジャケットを聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。